はい、こんにちは。日本改革徳津川です。明けましておめでとうございます。のりお様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。何度もご支援くださり誠に、恐縮でございます。今日とある神社に、初詣行ってまいりました。おみくじ引いたら吉でした。2021年、正月、丸2年前同じ神社で大吉引いちゃってですね、その年に肺がん発覚&手術ということで、大吉を引いて、どうすっかと思ってたんですけど、やっぱりそういうことなのか、ちょっと心配になりました。 NHK 紅白視聴率速報、史上2位の低視聴率、惜しくも記録更新はならず。第1部の方はあれだって、記録更新したって。第1部っていうのは9時までやる前半戦みたいな感じですね。括弧内が去年の数字なんですけれども、去年より第1部は低かった、第2部は去年より 1%、増えた。まあ 1% ですから誤差みたいなもんですけど、最低記録更新ならず、残念、いう感じであります。ネットなんです。あれとジャニーが多い一部は過去最低。そっか、一部にあれとジャニーが多かったのか。なぜそこを明確に言わない、言えない。まあ、産経新聞の記事なんですけれども、法則からは逃げられない、メディアの信用も同じように落ちる法則、はしかん効果でも歴代最低回避がやっと、橋本環奈ですか、司会が、はしかん効果、そんなのあったのかなって気がしますけれども、知らないダンスグループばっかりで見るのやめた、3年連続鳥が同じとか、不可解極まりない。鳥誰だったんだか知りませんけれども、まあどうでもいいかっていう話。テレ東の方がよっぽど紅白っぽかった。そうなんだ。テレ東の裏番組、歌番組やってたんですけど、やっぱね、懐かしの顔ぶれっていうか、昭和の夏メロ、揃えたみたいですね。さすが平均年収1800万円の考えた企画、ドスベリ。テレビの時代は終わったんだ。1部も2部も、最低記録更新かと期待していましたが、残念です。裏に強力な番組がなくて命拾いであるとか、笑ってはいけないがあったら、蹂躙されていたのではっていう意見も多かったです。裏番組になんかログなのなかったっていう、それで助かったっていうね。さらに、あれのグループの衣装の露出が多すぎ、振り付けが卑猥すぎ。まあどうせケツ振ったりするんでしょうから、お茶の間に不穏な空気が流れたらしいですね。爪の著作権やら肖像権やらで、あれがあれなんで顔カットしてありますけれども、まあまあこんな衣装ですよ。こんな衣装で、まあ踊ると、歌わずに踊る口パクみたいな感じ。同じ顔でした、カット前。もしかして5つ子ですかね、ひょっとして。顔、あまりにも、同じだから。気づいて言ってますけれどもね、私も。紅白過去最高視聴率はですね、60年前、1963年、81.4%。これ8000万人以上紅白見たんか。こんにちは赤ちゃんとかの歌が並んでおりました。ちょっと見たら。当時は、NHK が、こんなに落ちぶれるとは、思ってなかったでしょうね。この60年前の、8割達成した人らはね、もうこの時番組作ってた人らはなんせ60年前だから、もういないだろうな。バイトでなんて20歳ぐらいで手伝ってた、大道具作ったみたいな人はいるかもしれないですけどもね。抗議集会を高見の見物してせせら笑ってた朝日社員と同じで、まあまあこんなに落ちぶれるとは思ってなかったし、 NHK が、来月2月スクランブルでもやります。 NHK がすごい嫌がってるって内部情報ありましたし、やめへんで。その時は皆様ご参加よろしくお願いいたします。5月に広島市で開催予定のサミット、ゼレンスキー大統領リモート参加で調整中だって。なぜか非難合々。やっぱ日頃の行いって大事だなーって。ネットの判断です。自分の選挙区にサミット引き入れた総理は初めて。安倍さんは洞爺湖と伊勢でやったが、自分の選挙区じゃないぞ。統一戦もあるし、
5月まで持つのかな。やんなくていいことだけは全力でやるな。アメリカの意向だろ。岸田に決める権限などない。リモート参加ということなんで、警備にはなんか問題なさそうですけれども、安倍さん襲撃で警備能力の低さを露呈しましたしね。なんでね、もう78年以上、安倍と大声で叫んで刃物を振り回すっていう設定のままなんだ。なんで大声で犯行前に叫ぶんだ。山上は黙って、やったでしょって話なんですけど、あとね、ゼレンスキー参加。なんで発表しちゃうのかな。こういうのはサプライズの方がええんちゃうの。アメリカ発表しとけって指示なんかもしれませんけれども、もうリモート参加と言っといてですね、実際に来日するっていうサプライズなのかな。4月に統一選あるんだが、自民惨敗で引責辞任の可能性は考えなかったのか。何としても地元の選挙区でやりたいってですね。なんでだって話なんですけれども、アメリカのオバマ大統領、広島の慰霊式典に参加したことありますね。安倍さんと一緒にね。だから警備は広島は大丈夫なのかなって気もしますけれども、私にはどうも総理が薄馬鹿に思えてしょうがないんですよ。なんかね、テレビと新聞しか見てねえような。あとね、変な経済学の理論お持ちでらっしゃるし、誰に吹き込まれたんだか、息子は息子でそれだけが違いますとかも言っちゃう考えなしですね。週刊誌にすっぱ抜かれておりました秘書官になる前だが、女性記者に声をかけてテキーラの一気飲みをさせていたというのである。そうなんだ。そんな変な趣味あんのか。まあ週刊誌に書かれちゃいましたね。テキーラ翔太郎。じゃ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 テキーラっていう曲があったな。そういえば、昔バンドでやったことがあります。懐かしい。社民党副代表大椿優子。大椿でいいんすかねこれ。別な読み方するしないよね。社民党はコラボを調査しないんですかっていう質問に対してですね、コラボが不正会計しているとは考えていませんので追及の必要はないと思いますと。ひろゆきさん、都関西が不当な会計があるとしているのに税金が公正に使われているかどうかを裁判所や納税者じゃなくて社民党が決めるんですね、って皮肉言っておりました。ネットの反応です。頭が悪すぎる。それってあなたの感想ですよね。まさしくそうだよね。コラボに不正があるとは考えてね、それってあなたの感想ですよね。と関西はそうは言ってねえよ。あと国の会計監査員も検査員も、ガサ入れ入る中止。考えなければセーフ。なんで火に油を注ぐようなことを。私が白といえば白なのを、不正してないなら調べていいよね。つまり社民党も仲間ということ。わかりやすく疑惑が深まったな。領収書がなければアウトって単純な話だろ。領収書はただいま必死で偽造中。社民調べないでくれってことだろうと。不正があるとは思わない。だからいくら調べてくれても構わない。白を証明したいからむしろ早く調べてほしい。これが普通の日本人の思考ではないでしょうか。私も必要ないのに要求もされてないけど、五代前までのね、靴沢九太郎さんまで、久太郎かもしんねえ、までの戸籍、国会しましたもんね。大椿さんって、名誉日本人なのかな？なんか日本人の思考じゃないですけどね。選挙に出たことあるから、日本国籍も持ってそうだが、他にも、あっかもしんないな。ひろゆき氏、パヨを論破するのはたやすい。って、最近遊んでるみたいだな。もっとやってくれ。彼のですね、ひろゆきさんのベーシックインカムの支持だけは賛成できないんですけど、だってどこの国でも成功してねえからね。フィンランドの、地方でちょっと実験したんですけど、やっぱうまくいかねえなっつってやめたみたいですし、227万フォロワーは破壊力あるもんね。もっとやってくれ。都の再調査と国の会計監査員の検査員か。ガサ入れを控えたコラボ班ね。今頃必死でですね、何やってっかっちゅうと、領収書を書いてちょっと、税理士なんてついてないコラゲンとですね、丸の内サディスティックを歌いながら、
活動してんじゃないか、って、推測しております。いいから借りてへん、それちょっとんって断られながらね。さて、揃えられっかな、領収書な。この怪しい団体が税金徴収疑惑っていうのはコラボだけで終わらせてはいけない話であって、どうせ埼玉コラボも千葉コラボも神奈川コラボも茨城コラボもあんでしょ、どうせもしかしたら豊島区コラボいわき市コラボなんかもあっかもしんねえよなー、疑っております。毎日新聞、いやー自衛隊と台湾軍の連絡ルートができてる、人民軍に頼まれてもないご中心、中国が激しく反発し、かえって、安全保障関係を不安定化させることにつながりかねない。なんて最後に一言添えてありますけど、毎日新聞の感想なんかいらねえんだわ。どうして一言多いのかな、こうやってね、まあ反対だっていうイメージを読者に植え付けてんでしょうけど、まあまあ毎日新聞の読者なんか、もうね、治療不可能の、洗脳が深くて、もうアレな人らばっかなんだから、もう強化しなくてもいいんだね。何回だって、あんたらについていくような信者ばっかしか残ってねえんだねえの。今頃、毎日新聞読んでるような人は。ネットなんです。だからなんです、朝鮮的な中国が悪いだろ。慌てて萩生田が台湾行ったし、そういうこと。中国のせいだとあれほど。中国の起源などうでもいい。台湾取られると中東から石油が運べなくなるから当然。中国が戦争を始めなきゃ何も起こらない。踏め、次は勝とうぜ。やってみたら大したことない。それが中国。ロシア以下なのは確定的。地域が協力してヤクザに対抗するのは正しいと。ガーディアン紙にですね、毎日新聞は中国共産党から金もらってるよ。それに対して何の反論もせずだんまり決め込んだ毎日新聞ですから、まあ中国共産党の手先確定ですね。記事読んでも、どっからどこまでも中国目線であって、書いてんの日本人じゃねえんでねえが、って思わせる内容です。そんなに日本が嫌いなんですね。出ていけばいいのにね。日本は北朝鮮なんかと違ってですね、犯罪者以外は居住地選択の自由ありますよ。犯罪者はないですけどね、居住地選択。ホリエモンも、長野刑務所に行って寒くて参ったって言ってましたしね。居住地選択の自由なんだから、ね、引っ越したら、そんなに嫌だったら、思うんですけどね。それ言うと、差別がーって言うから、何言ってんだこれ、こっちは、君のためを思って、帰ればとか、引っ越せばとか、嫌なら出ていけばとか、日本からって言ってんのに、おかしいんだよな。そういうやつに限って、日本はダメだダメだ言いながら、日本にしがみついてんのは、なんでなんだ、頭おかしいのか、思います。いつもいつも。というわけで、今年もメールトーインさん、大募集、地区支部長さん、立候補してくださる、大募集であります。本年もよろしくお願いします。デトックスジャパン。